はい、どうも今回台本を書かせていただきました、旧東京ガールの上崎陽介です。今回の作品なんですけども、障害を持った兄弟のいわゆる兄弟児を取り扱った作品になるんですけども、全体的に、コメディというジャンルになってます。そうですね、コメディの中でもナンセンスコメディというジャンルになってます。なんかジャンル分けするとすごい小難しいんですけども、まあすごいバカバカしい作品になっております。本番近づいてまして、どんどんバカバカしさが増しておりますので、さらに面白くなっていくんじゃないでしょうか。まだ、チケットの方多分このタイミングでもあるかと思いますんで、ぜひ面白い作品になっておりますんで、予約お願いいたします。